うしたの？本当に？すごいアナッチ。どうやってコンタクトしたの？アナッチ偉い。大変よくできました。それでいつ取材できるの？もちろんいいに決まってるじゃない。やった、本当に理事長に会えるのね。了解です。あー、ドキドキする。当たり前でしょ。だって理事長と話す機会なんて普通に学校に通ってたら絶対にないんだから。さあ、いざ出陣。失礼します。報道部の三日月です。うん、入りたまえ。理事長、取材の依頼を受けていただきありがとうございます。なに、今日はちょうど時間が空いていたのでね、これは生徒と触れ合ういい機会だと思ったのだよ。理事長はめったに生徒と話をしない。いえ、そもそもお見かけすることも極めて稀だというのが生徒の間での共通認識になっていますが。ほっほっほ、何しろ私は忙しい身だからね。理事長の方で生徒と触れ合うことを望んでおられるというのは新しい発見でした。これからそういう機会を増やしていくというようなことについては何かお考えでしょうか？君たちがそう望むのであれば考えないこともないが。ぜひよろしくお願いします。続いての質問です。この夢校の理念や生徒たちへ求めるものについて理事長から直接語っていただけますか？理念などという高尚なものは私にはないし、生徒へ求めるものというのも特にはない。あの、さすがにそれでは記事になりませんので、もう少し何か話していただけないでしょうか？夢校の精神は知っているだろう。自主自立ですね。その言葉の意味と実践方法について真剣に考え、自ら行動するものこそが本当の意味での夢構成であると私は考えているよ。なるほど。やはり自主自立というのは理事長も一番重要視していることであると。私がどう思うかは問題ではない。他人の考えを気にするのは日本人の悪い癖だ。私は必ずしもそれが悪いこととは思いませんけど。君はそうだろう。そうやって自己主張ができる人間はまだいいのだよ。そうではない、自己主張もできず他人の顔色ばかり伺うような日本人が問題なんだ。君、私がそうだとでも言いたいのかね？アナッチ、何言ってるのよ。謝って、ほら。アナッチ、ちょっと理事長に対して口の利き方。パワハラセクハラ大いに結構。そうか。では、パワハラ大いに結構。訴えたければ好きにしたまえ。またその話かね。君もしつこい男だな。腰か。それは厄介だな。癖
癖になるから気をつけた方がいいぞ。コルセットは巻いておるかね。君も自己主張は完璧ではないか。二人揃ってご立派なことだ。これからも精進したまえ。あ、はい。続いて理事長は普段どういう生活をなさっているのか教えてください。ノーコメント。それでは理事長のご趣味は。ノーコメント。では理事長の家族構成については。ノーコメント。ですよね。そんなことはないぞ。検討しておこう。ところで、私からもいくつか質問をしていいかね。あ、はい、もちろんです。君たちはどういう関係なのかね。具体的かつ正確に教えてくれたまえ。関係と言われましても。なるほど。今の説明で君も異論はないかね。え、私ですか。はい、ありません。フォッフォッフォー。なるほど、よくわかったよ。君はそこの彼のことをどれだけ知っているのかね。アナッチのことなら私何でも知ってます。根拠のない自信は身を滅ぼすよ君。根拠はありますね、アナッチ。残念だ、実に残念だよ、三日月メグ君。しかし、それも青春か。若いっていいな。はい、あの理事長どうかなさいましたか。いや、なんでもない。話は以上だ。短い時間だったが楽しかったよ。あ、はい、こちらこそありがとうございました。断る。隠し撮りする分には構わんよ。君がいつもしているようにね。アナッチ、本当なの？君たち、もうそろそろ出て行きたまえ。すみません、ご協力ありがとうございました。失礼します。アナッチもほら行くわよ。はあ、思った以上に難敵だったわ。これで記事が書けるかどうか微妙なところよ。でもしょうがないよ、やれるだけのことはやった。アナッチありがとう。理事長の取材のアポイント取ってきてくれて。うん、頑張るね。